疲れ様です。12月21日木曜日朝6時15分なんですが、前回のね、FX オリガルヒの更新は3時半でしたが、その時に、とりあえずね、レンジで、囲ってみたというところだったんですけども、あれから時間が経ちまして、今15分足でトレードしてるんですけども、前回はね、ここまでしか表示されてませんでした。この包み足ですね。すごくちっちゃいんですけども、下ひげの長い陽線と、それから下に向かう陰線があって、包み足を作ってるってところ。それからもう一つが、こちらの方で、これも包み足なんですけども、陰線があってね、陽線がその倍ぐらいの長さでしょ。つまり、こことここを上底と下底に設定したのが前回の放送だったわけですけども、そこからすぐにセルに入った方、一旦置いてセルに入った方、どちらにしても含み益が取れてると思いますし、まあ、いいところでね、利確できていたら、あとは 0.5 で追撃を考えていたりとかするんじゃないかなと思います。で、引き続き、このようにレンジオプションで攻めていきたいなっていうところですよね。レンジオプションの上底過程というのはこういうふうに囲うことになりますね。はい。じゃあまあ、そんな感じで今日はやっていきましょう。まあでもね、本当にもうこの、年の瀬が押し迫った時になると、そんなにトレードしてね、利益を出したりとか、テクニカルがどうっていうのはだんだんなくなってくるんですよね。で、今日も材料は深夜22時半まで、アメリカから発表されるまでありませんし、テクニカル的にいけるんですけども、まあ、だからといってね、盛んに値動きがあるのかとか、テクニカルで攻略できるような、いつものような動きなのかっていうと、だいぶ年末押し詰まってくると変わってきます。まあ、ですんでね、まあ、これ割り切ってやらないって手もありますからね、もうこの時期になったら。大体、最後の2週間っていうのはやらない方がいいんじゃないかなと思います。とりあえず私の方では精一杯放送させてもらいますけどね。はい。それではまた次回の更新でお会いしましょう。